この日は名古屋テレビ塔60周年を記念した金色のユニフォームに身にまとった名古屋イレブン。まずは7軍の鹿島。海王のシュートは長身のケネディのブロックに合います。せめぎ合う時間が続く両チーム。ディフェンスラインでのゆっくりとしたパス回しから牟田が右サイドへ展開。矢野のクロスを永井健介ダイビングヘッドで決めて25分6試合勝利から遠ざかっている名古屋が先制。矢野の正確なワンタッチクロスから永井のヘッド、今シーズン5ゴール目が決まります。先制点を許してしまった鹿島は36分柴崎の攻撃参加から決定機を作り出します。古巣相手のダビが反転からシュート。ここは名古屋の守護神奈良崎に阻まれますが、続く42分、今度は中村敦孝から土井翔馬、ゴールラインギリギリからのクロスを山本シュート。鹿島が同点とします。山本シュートの469日ぶりとなる今シーズン初ゴールが決まり、前半は1対1の同点で終えます。名古屋ボールでキックオフした後半、ケネディのポストプレーから田口、レアンドロ・ドミンゲスが小笠原に倒されたとして名古屋が PK を獲得。キッカーはもちろんこの男、ケネディの4月6日広島戦以来のゴールで47分名古屋が勝ち越しに成功します。再び1点ビハインドとなった鹿島、56分西のカットインから中村、西からの最高のラストパスでしたが中村決められません。その3分後にも鹿島、柴崎のロングボールに抜け出したダビ、キーパーと1対1の決定機を迎えますが、ここも奈良崎からゴールを奪えず。倍以上のシュートもリードを許している鹿島、82分ダビの諦めないプレーから同点ゴールが生まれます。ダビの果敢なプレスに牟田が痛恨のミス。ダビの2試合連続となる今シーズン8ゴール目で2対2の同点。一気に逆転を狙う鹿島は90分、西、ボイトつなぎ、後半途中出場の遠藤康志。鹿島、鮮やかな逆転劇で2連勝です。